い、皆さんこんにちは、渡辺裕樹です。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンの続きをプレイしていきたいと思います。前回はムーンアタックティタンズの月への攻撃ですね、そのステージをプレイしました。ジェリドのガブスレと対戦しました。今回その続きです。反撃。アーガマはラーディッシュとグラナダで合流し、フォンブラウン奪回のため発電施設を占拠する作戦を展開している。クワトロ大尉とブレックス准将は連邦議会へ出席のため地球のダカールへ降りた。カミーユはフォンブラウン市内に潜入させ、中の様子と市民たちの反応を調査させている。報告によると、一隻で降下した例の戦艦はフォンブラウンを出たようだ。右後方、モビルスーツ対空監視、何やってんの。モビルスーツ発進させ、カミーユの回収も急がせろ。ギャプランですね、こいつ。ヤザンだ。少しは骨があるようだな。ヤザンのギャプランか。ヤザンはかなり強力なオールドタイプの中でも1、2を争う強キャラですもんね。ここは、まあ、あまり近寄らず射撃戦に徹しましょう。格闘にヤザンが出てくるところをライフの連射で攻撃していくと割とダメージが取りやすいですね。なのであえて中距離戦でヤザンが格闘に入ってくるタイミングでバックステップをして、ライフの正射で仕留めると、まあ、それがこれですね、一番いいかなと思います。撤退だと？中途半端な。また会おうぜ、おや。発電施設は我々が占拠し、敵の艦隊はフォンブラウンから撤退していった。作戦は成功だ。ご苦労だった、カミーユ。ヤザンが出てきましたけど、うまくね、コントロールできたかなと思います。アーガマに投降してきた敵のパイロットからの情報提供、フォンブラウンを撤退したティターンズ艦隊がグラナダへのコロニー落としを敢行していることが分かった。核を使わずにグラナダを全滅させることができるコロニー落とし。情報提供者はサラ・ザビアロ、木星帰りのジプトリスの隊長パプティマス・シロッコの部下だ。アーガマはラーディスと共同してコロニー落とし阻止に当たる。さあ出撃です。ここもゼータはブームライズでいきましょう。エマ注意のマーク2がコロニー側面の核丸戦地に点火してコロニーの軌道を変える。それまでゼータで敵の目を引きつけておけ。では出撃です。まあこのプレイステーションのゼータガンダムは基本的に敵とは1対1で戦うので、プレイはしやすいですね。1対多数を同時に戦うとね、結構きついですけどね。これはまたヤザンか。ヤザンだな。落ちろ。さあ、ヤザン。まあ、基本的には
さっきと同じようにこの格闘に来るヤザンをライフルで仕留めたいみたいな。ライフルの残数には常に気を配っておきたいと思います。で次に回避行動はねしておきましょう。と最悪シールド干渉だ。ゼータと言ったか。このマシンの弱点を知っているのか。軌道を変え作戦は成功したが、あのサラという少女には逃げられた。やはり敵のスパイだったようだな。もうランク A 初めて取れたかもしれないというところで、少し短いですが、反撃のステージクリアになります。今回はヤザンのギャプラン2連戦でしたね。では次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。